はい、やってまいりました。モンジーです。今回も初心者が行くワンアワーワンライフやっていきたいと思います。はい、今回はどんな村に生まれるでしょうか。はい、生まれようとしています。まさかの、うわあ、うわあ、もうここでいいんじゃない？意外と探し回るよりさ、ほらちょっと蚊がいるか。でもやべえ、もう子供生まれるよそろそろ。ここでいいんじゃない？ここでいいんじゃない？どうしよう、イブです。どうしよう、リ。あ、ここ蚊がいないんじゃない？ひょっとして。あー、いるか。ここでもいいかな。もうちょい下行ってみる？周り見てみる？あ、あー、危ない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 。ああ、やべえ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 。やべえ。もう蚊が、まずい。うわあ。耐えれるか。我が娘。耐えてくれ。耐えてくれ。よし。あー、やべ、あぶね。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 内側は行くとどうかな。あ、ここ池いっぱいあるね。どうかな。ちょっと寒いかな。でも、もうちょい向こうの方が、豚がいる。あー、こっちは鉄なのか。やっぱ最初のとこかな。ここは寒そうだよね。寒いよね。寒いね。ここ蚊がいるんだよね。うわわわ。ああ。やべえ。ここかな？ああ、でも蚊がいる。蚊が寄ってくるな。蚊がいるのはね、本当に嫌なんですよね。いやあ、これは難しい。草原少ない。そうか、草原があるとこなかなか難しいよね。あ、ここの辺蚊がいるな。草原ちっちゃい。あー、嘘。マジか。あ、どうしよう。池がないんだよね。うわ、そこ蚊がいる。あー、この辺に池があればさらにいいんだけど。
この辺は上に池がある。あ、上に上に、二つだけだけど二つだけ。わあ、蚊がいるな。でも適温は適温だよね。バナナが生えてないぞ。ちょっと、あ、生まれてった。ちょっと待って、名前、まこと、あ、まこと、あ、違う、夜中の、ちょっと待ってよ、あ、違う、ちょっと待ってよ、イーブ、はい。まこと、はい、息子、ひかる、あ、スペース入れちゃった。どうしよう、いるよ。ここぐらいしかない。頑張って、下オオカミ、はいもうちょっと池があるといいんだけどな。鉄いきなり鉄が落ちてるけど、あ、あー、蚊が来た、蚊が来た。これさっきまでいなかったのに蚊なんて、なんで急に来るんだよ。怖え、うお気をつけてね。もう女の子一人しか生まれてないんだけど、大丈夫かないきなり女の子一人なんですけど。いやー、蚊が来たなんか知らんけど、さっきまでいなかったのに。もう池がちっちゃいな。そんなこともないか。どうかな、ちっちゃいな。池がここにもあった。いやー、厳しいかな、ここは。蚊がいるのがな。厳しいよな。あー、生まれてしまった。はい。息子だ、また息子だ。大丈夫かな。はよしようです。土はいっぱいあるんだけどね。池があるのか心配だな。短い木にして、あ、やべ、なんでだねんやべやべ、低温の作ろうと思ったのに。狼と蚊が多いから気をつけてね。はい、楽しんでね。よし、というか一人娘は帰ってこないんだが大丈夫かな。カゴすらあんまり作れないんだよね。
場所悪いなあ。あったかいだけで何もないんだよね。ああでもこの辺もあるのか。この辺も切っとこう。人参持ってこうかな。バナナもあんまりないから。ちょっとこれ食べよう。梅。よし。あ、もう、早速。早速死んでる誰か。ここで畑やるから。蚊がいない方が、あ、もう作ってる。早っ。早っ。なんちゅう速さだ。じゃあすぐに作った方がいいな。すぐり畑作ろう。あ、もう枯れてしもうた。もう枯れてしもうた。早くすぐりを作らないと。人参でもいいけどな。よっ。ボールができたらすぐにできるように、この辺に人参でも作っとこうかな。うわ、狼来た。狼がこんなとこに来た。目視でよいしょ。あ、すごい、初めて1本で9個いけた。お、すごい、これこのこんないけたの初めて。串で、この串神だ。なんか違うのかな。あ、できてる。ボールもらいます。で、あの人参ができますので、僕の大好きな人参ができますので、よろしくお願いします。で、あとすぐりを取りに行こう。じゃあすぐりを6個いるけど、あんま近いやつ取るとちょっとかわいそうなので、僕、よし。で、これ持ってってあげよう、あっちに。てか孫生まれるんかな。娘1人しか産まなかったけど。よし、パチン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 と。よし、植えて、植えると。あー、生まれてる。孫やありがとねよし、植えて、水をあげます。で、あと、もうあと3つ、あと3ついる。すぐにも結構あるのね。土はね、いっぱいある。こんな珍しいんじゃないかな、いっぱいあるの。パチンパチンパチンと。よし、これですぐにはできた。いや、もうウサギまで捕まえてきてる。すげえな。あとは、かぼちゃ。かぼちゃじゃねえや。シチュー畑だよね。シチュー畑やろうかな、じゃあ。かぼちゃがあれば嬉しいですけど、トウモロコシ？トウモロコシと、あ、あった。かぼちゃ。あれ、下ろせない。はい。かぼちゃ。とりあえずこれ持ってって、トウモロコシ取って、あ、あった、豆。豆と、かぼちゃ。やばい。すぐお腹すいちゃう。お、すげえ、もう狼が死んでる。すげえな。
どうしよう、この辺にする？うわあ、もうダメだ。すぐお腹空いちゃう。大丈夫かな。とりあえず2つずつ作っておいて、後で増やしてくださいという感じにしとこうか。簡易的な感じで、ちょっと土を無駄遣いしてるけど、あ、でもボールがあるからいいか。ちょっと余らせといて、やべ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 、あー死ぬ死ぬ、もうちょっとやりたいのに、もうちょっとやりたいんじゃわしは。あー折れた折れた、もうちょっとやりたいんじゃわしは。あー折れた、くそ。トウモロコシ植えて、豆植えて、やべ、そこじゃない。あ、なんか変なとこ入れちゃった変なとこ入れちゃった、豆。あー死ぬー。じゃで、とりあえずこれで、ここ変なとこ豆植えちゃったけどとりあえずかぼちゃの種はまいた。あー終わった。何やってたのか全然わかんないけど、はい、じゃあね、今回はこれで終わりたいと思います。いやー疲れたはい、よかったらね、グッドボタンとかチャンネル登録とかしていただけるとありがたいと思います。はい、それじゃあね、また来世で会いましょう。バイバーイと。え、ちょっと待って、孫娘死んでる終了そうか、もうそれ知ってるのかな、みんな。女の子が生まれなかった。あー仕方ない仕方ない、ほんとそう、仕方ない、こればっかりはほんとしょうがない。いやー、みんな頑張ってくれたね、みんな頑張ってくれたよー。